はい、皆さんこんにちは、ジェイと申します。今日はですね、定期テスト対策で、包み中納語物語、このついでですね、やっていきたいと思います。公文や幹部はね、教科書によって表記が異なるので、違う場合は皆さん教科書を参考にしてください。では行きましょう。 緑で線を引いてる部分に関しては、問題で出るんじゃないかなというふうに予想している部分だと思っていただければ結構です。春のものとて、眺めさせたもう昼つかたというふうになってるんですけども、まずですね、させたもうのところが、これ、助動詞のさす尊敬語、たもう尊敬語で二重尊敬になってます。作者からこれね、主語、中宮というふうに取るんですけども、中宮に対する二重尊敬というふうに取りましょう。なので、訳としては、春雨、春の長雨です。 長雨と書いて長雨ですけども、中宮がぼんやりと眺めていらっしゃるそんな昼頃という風になるんですが、実はね、これ、ある和歌が引用されてます。 起きもせず、寝もせでよを明かしては、春のものとて、眺め暮らしつ、という、有原の成平の歌からね、取ってきてるところなんですよ。春のものとて、だからこの眺めというのが、眺めるというのと、長い雨という掛け言葉になっているというのを注意しておいてください。というふうにね、結構ここは問題で出しやすいので注意しておきましょう。大番所なる人々ですね。このなるの意味はね、存在です。名詞にくっついてるなりっていうのはね、断定、 存在の助動詞になるんですけども、断定か存在かというふうに意味の問題でも出る可能性があるので注意しましょうね。台番所にいる女房たちがという感じです。台番所というのは、いわゆる女房の待機場所というふうに考えていただければ結構です。 最小の中将こそ、参りたもうなれという風になってますね。こそというのは形状詞になってるんですけども、その後ですね、参り、謙譲語になってます。そして、たもうというのは尊敬語になってます。謙譲語っていうのは目的語を高めて、尊敬語は主語を高めることになるんですよね。この場合、主語は最小の中将になるので、最小の中将に対する尊敬語なんですが、ここ、会話の中で敬語を使ってますよね。会話の中にある敬語というのは、喋っている人が敬語の使い 相手になるのでここ台こ所なる人々から中条に対してそして謙上後参上する参上される側は 中宮という風になるので、参りというのが人々から中宮に対して、他うというのが人々から中条に対してという風に取りましょうね。で、伝文推定の助動詞のなりを使ってます。係り結びの法則で依然形に変化しているという形ですね。最小の中条様が参上なさるようですよという風になってます。例の恩匂い、糸シルクという風になってますが、ここね、現代語訳とか問題で出そうだなというよう注意してますんで気をつけましょう。いつものお飯も お物のいおおいが体操をはっきりととすするから、という感じですね。ここだから、最小の中将がやってくるというふうに判断したその理由というのが、お召し物の匂いがするからだというふうになってます。それをね、注意しといてほしいなと思います。など言うほどに、つい、たまいてというふうになってますね。このたまいは中将の行動になります。膝をついてという形になるんですけども、だから、などと言ってるうちにね、中将は中宮のお前に膝も つまづかれてという感じになりますねここも現代語訳問題で出てきそうだなと思うので注意しておきましょうそして、えー、中将が喋っています呼べより殿に侍氏ほどにですねサライ謙譲語です喋っているのは中将なので中将からお使いしていた殿ですね殿に対する謙譲語という風うになりますがこの殿というのはお父さんのことを指しますで過去の助動詞キーの連体形ですねせ、まる、き、し、の、しという風うになります 昨夜から父のお屋敷に唐いしておりましたところという感じですね。やがて御使いになんですね。形状詞になってます。そこからすぐにお使いを申しつかりましてという感じなんですが、このね、やがてというのは単語で問題になりそうなんですけども、 これね、ちょっと文献によっても、すぐにというふうに訳してたり、そのままというふうに取ってたりするものもあるので、ちょっとどっちでもいいかなというふうになります。はい。えー、品菓子の体の勾配のもとに、渦ませたまいしき物ですね。これは一体誰が埋めたのかというのが問題でね、出てきそうなので注意しといてほしいんですけども、これね、主語、実は中宮なんですよ。お父さんが喋っているから、二重括弧まあ中鍵になっているわけですね。なんで 父さんから主語である中宮に対する尊敬語になります。二重尊敬になってますね。せ、たまいという風になってます。で、過去の助動式の連体形しが出てきてますね。なので、訳としては、東のタの勾配の下に中宮が多梅になった焚物をですね。今日のつれづれに試みさせたまえですね。お試しくだされという感じですね。ここも父から中宮に対する尊敬語という風うになります。今日のお退屈しのぎに、 お試しなさいませと「とてなん」というねお父さんからの伝言を伝えたわけですね。とてえならぬ枝にですね。えならぬのぬこれは打ち消しの助動詞図の連帯形になります。 ず、ず、ず、ぬ、ね、丸のぬですね。なんで、打ち消しですね。そして、えと打ち消しがくっついたら不可能になるんですけども、この A ならずとか A ならぬっていうのは、もうほぼほぼ、連語的に使うことが多いです。なんとも言えないほど素晴らしいみたいな感じで取るので、と、父が言って、と、いい。非常に見事な勾配の枝にですね。 白金の壺2つ付け玉へりで、すね付けててやっきこのりに関しては、官僚存続の助動詞のりというふうになります。官僚存続の助動詞のりっていうのは、左辺同士の未然形、四段同士の依然形、寂しいりというふうに覚えるのが OK なんですけども、左辺の未然形はせですよね。で、四段の依然形は A になるので、どちらにしても A の音にくっついてるりとかるとかれとか、 というのは官僚存続の助動詞の理というふうに取ってあげればオッケーです。銀の壺を2つつけておられるという感じです。 中納言の君のですね。ここに女房の中にいるね、中納言の君という女房がですね、未調のうちに参らせたまいてですね。参らすというのは差し上げる。ですからこれね、中宮に持っていくという感じになるので、中宮に対する謙譲語。で、たまいですね。尊敬語です。中納言の君が主語になっているので、中納言の君に対する尊敬語。 その壺を未朝の中の中宮に差し上げなさってですね。恩日取りあまたしてというふうになってます。日取りというのはね、いわゆる炊き物って言ってお香を炊くんですけども、その日取りの香炉をたくさん用意しという感じです、まあ。いわゆるお香の香りというのをちょっと楽しんでみようじゃないかという感じというところですね。一人の香炉をね、いろいろ用意してるみたいですよ。若き人々、やがて試みさせたまいというふうになります。ここもね問題で でそうですねこの「させ」とかね意味用法なんですかというふうな問題で出てきそうですこれね注意しておきましょう「私益尊敬のすさす」ですねすっとさすと子孫ができるの「私益尊敬の私益」です「試みさせなさる」ですね尊敬語になります作者から中宮に対して若い女房たちに中宮はすぐにお香をお試しさせなさってという感じですね いいでしょうか間違えないようにしてください。少し差し除かせたまいでせたまい。ここは二重尊敬になってます。尊敬のすに尊敬のたまいですね。中宮もですね。ちょっとおのぞきになってという感じですね。道調のそばのおましに傍らふさせたまへりですね。ここも二重尊敬です。助動詞のすに尊敬のたまがくっついてますね。 中宮に対して。で、玉ヘりのりはさっきやりましたね。官僚存続のりという風になります。へーというね、えの音にくっついているので。未調のそばのね、おましどころに体を横たえてくつろぎなさっているという感じになります。 勾配の織物の温存にっていうね。まあ服に関しての話になりますね。勾配の織物の絹をね、お飯になりです。たたなわりたる、身ぐしの裾ばかりが見えたるですね。官僚存続のたりを使ってます。たたなわりたるというところなんですけども、これね、髪の毛が重なり合ってて、髪の毛が非常に豊かで美しいことの象徴として使っていく言葉なんでね、間違えずに、えー、使えるようになっておきましょう。 重なりにあっている非常に豊かな身串の裾だけが見えているが、これから底墓となき物語ですね。女房の三四人、あれもこれもがですね、取り留めもない物語というのを忍びやかにしてしばし侍たもうというふうになっています。まあ、中宮に対してお使いしているという感じですね。そして、そんな場に中将もいらっしゃるという感じかな。低い声でして、中将はそこにしばらくいらっしゃると。 すると、このね、中将の君というのは、これね、中将ではなくて、女房の一人のことを指すみたいです。中将の君が、この日取りのついでにというふうになってますね。 中将の君という女房が、この功労をね、見るにつけても、その連想で、哀れと思いて、人の語りし、過去の助動詞のキーの連帯形を使ってます。しみじみと感動して、以前ある人が私に話したことというのが、っていう感じですね。まさにこのついでですね。 思い出れられ、はべれという風になってますね。かかり結びの法則で、はべれ、依然形になってますが、思い出すという風にね、思い出すとか、心情感情系の言葉と一緒に助動詞のラルを使うと、自発可の受け身、尊敬のうちの自発で使うことが多いですね。自然と思い出してしまうという感じです。で、このはべれは丁寧語になるので、今喋っている中条の君から、その場にいる人々、まあ、中央に対してという風に取るのもいい かなと、思います。とのたまえばですね、おっしゃった、今喋ったのは中将の君なので、中将の君に対する尊敬語ですね。自然と思い出されますとおっしゃると、 大人立つ最小の君。これもね、女房の一人なんですけども、何事にか、はべらむですね。にや、にか、あらむの、には、断定というふうに覚えておきましょう。断定の助動詞な何の連用形ですね。そして、か、形状詞のかを使ってます。で、はべりは、ありの丁寧語というふうに使ってますね。何事か、ございましょうか、という感じですね。喋っているのは最小の君やから、最小の君から、丁寧語っていうのは、それを聞いてる相手になりますね。中小の君に対し 私喋ってるので、中小の君にに対するる丁寧語になるとで水量の助動詞の無を使ってるので、女房の中で年長者らしい最初の君が何事でございますかと。つれずれにおぼしめされてはべるにというふうになりますが、ここ解釈の問題が出そうですね。つれずれ暇だなというふうにおぼしめす。お考えになっているのは中宮ですね。二重尊敬に近い敬語なんでね。最初の君から中宮に対して。 ハベルですね。丁寧語です。これは丁寧語やから、最小の君から中将の君に対してのものになります。中宮様は所在なくお暇でいらっしゃるのですからと、申させたまえというふうになりますね。申さ、謙譲語ですね。で、たまえ、尊敬語になってます。なんで、最小の君からお話しするのは、 中将の君ですよね。そして中将の君は誰に喋るのかというと、中宮に喋る、喋るので、謙譲語は中宮に対して、尊敬語は喋る主語、中将の君に対してというふうに取りましょうね。人がいっぱい出てくるのでややこしいですけども、誰が主語で、誰が目的語になっているかというのを注意しておきましょうね。お話申し上げなさいませと進めるとという感じです。 さらば、ついたまわんとすやとてというふうになってます。まあそう言われたんで、ここ喋っているのは中将の君になります。中将の君が、じゃあ私に続いてお話を続けてくれますかというふうに言ってるんですけども、中将の君から人々、その場にいる人々に対しての尊敬語ですね。 中将の君は、それなら私の後にもお話を続けてくださいませ。というふうに念を押して、というふうになります。だから、たまわむのむは意師というふうに考えてもらえればいいんじゃないかと思います。ある金たちに、こっからですね、えー、お話が始まっていきます。女房の一人が話をするという形ですね。 なんで、こっから話が終わるまで鍵括弧がずっと続きますからね。全部喋っている女房からの敬語というふうに考えましょう。ある金立に忍びて通う人やありけんですね。敬女子疑問の矢。そして過去推量の助動詞のケムを使ってるから、ある姫君の元へ、人目を忍んで通う男があったのだろうかという感じですね。この金立というのは女性姫君というふうに取りましょうね。 い,いと美しき、知語さえ、いできにければですね。にけり、にたりのには、完了というふうに取りましょう。完了の助動詞に、過去の助動詞のけりがくっついてます。ちなみに、さえというのは、副女子で、天下という役になるので、二人の間に非常に可愛らしい子供までできたので、という感じになります。 哀れとは思い聞こえながらですね。謙譲語を使ってますね。喋っているのは中条の君やから、中条の君から哀れだなぁと思っている男が女の子を、あるいは子供たち、まあそのね、母と子供をというふうな感じで取ればいいと思いますが、男は姫君を可愛いと思い申し上げながらも、 逆説です。厳しき片付方やありけんですね。ここも形状詞疑問でや過去の推量のけむですね。やかましい本妻となります。この片付方って誰のことか何のことかという問題が聞かれたら、まあ本妻というふうにね、他の奥さんというふうに取ってあげればいいと思います。やかましい本妻があったのであろうかと。 絶え間がちにであるほどにですね。この姫君のところをね、訪れることが途絶えがちであった時にです。思いも忘れずですね。これ主語難しいんですけども、子供ですね。子供がたまにしか来ない父を忘れずです。意味中、慕うが美しゅですね。美しいっていうのは可愛らしいという意味で使いますからね。とても慕ってお父さんの後をね、パパー言うてね、追ってくるのが可愛らしく。 時々はあるところに私などする思うですね。このあるところってどこですかって問題が出そうだと予想してます。時々はね、自分の屋敷なんですよね。お父さんは他に屋敷があるんですよ。で、このね、姫君のところに遠くから通ってきているという形になっているので、自分の屋敷の方にこの子供をね、連れて行ったりするんですけども、 今なども岩でありしというふうになりますね。言わずにあった。過去の助動詞キーの連帯形を使ってますが、子供がね、今すぐ帰らせてなどと言わずにいたのだが、 という解釈と、実はこれもう一個できて、姫、お母さんですね。姫が今すぐ私の子を返して、などとも言わずにいたのだがというふうに、これどっちでも解釈できます。なんで、学校で習った方を解釈にしていただければいいと思いますけども、まあまあ、基本姫でいいかなと思いますが、一応解釈がね、えー、文献によって二つあったんで、一応二つのも載せておこうと思います。ほどへて、立ち寄りたりしかばですね。 完了存続の足りそして過去の助動詞の「式の依然形ですねしばらく後に男が姫君のところに立ち寄ったので伊藤を寂しげにてですね子供は非常に寂しそうにしていてです珍しくや重い剣ですね軽助詞疑問の「や」そして過去の助動詞の「剣」を使ってますね過去推量の剣です 久しぶりの父を珍しく思ったのだろうか。ここもね、解釈が2つ割れるみたいなんですよね。久しぶりの子供を珍しく思ったのだろうか。これも学校で習った方をね、優先していただきたいんですけども、まあ僕は個人的には子供を珍しく思ったでいいかなというふうに思います。久しぶりの子供をね、珍しく思ったのかと。書きなでつつ、見いたりしというふうになってますね。官僚存続のたりに過去の助動詞のきの連体形です。 かきなでるというのはね、髪の毛をね、頭とかをなでなでしてる状態ですから、<laughs> まあ、子供がお父さんの頭なでなでは多分しないと思うので、えー、子供を見ていた、お父さんが子供をなでなでしていたという感じやから、珍しくや思いケムの方も、まあ、ちょっと子供が珍しく、ああ、可愛いなって思ったのかなっていうふうに解釈した方が、個人的にはいいかと思います。ただ、まあ、一応ね、解釈が2つあったので、2つのも載せておこうかなと思います。 え、立ち止まらぬですね。えっ、ー、と、打ち消し。このぬがね、打ち消しの助動詞、図の連帯形になるので、立ち止まることができないことがあって、というふうになりますね。これ、誰が一体何を言ってんのか、何をやってんのか、というのが問題で聞かれる可能性があるので、男がですね、その家にとどまれない用事があり、出ていくのを、というふうに解釈できるようにしときましょう。習いにければ、ってなってます。この習いというのは一体何 何なのかという問題も出そうだなと予想してます。にけり、にたりのには完了。そして過去の助動詞のけりを使っているので、これね、子供が主語です。子供はお父さんに連れて行かれることが習慣になっていたので、というふうに解釈します。例の、伊藤を慕うが、あわりに覚えてですね。いつものように非常に子供がね、したって後を追うのがかわいそうに思ったので、 しばし、立ち止まりてですね。男はしばらくそこに立ち止まっていて、さらば、いざよ、とて。それなら、さあ、おいで、と言って、書き抱きて、いで蹴るですね。過去の助動詞の蹴りを使ってます。 親は子供を抱いて出たのだったがという感じですね。まあ、この時のお父さんの気持ちも僕も非常によくわかりますね。うん。いいと心苦しげに見送り手ですね。誰が心苦しげに見送ったのかというと、もちろんお母さんですね。子供を連れて行かれそうになっているわけですから、姫君はそれを非常につらそうに見送ってです。 前なる一人を手探りにしてですね。前にあるです。これね、断定存在の存在の方の意味で取りましょう。前にあった航路を手で撫でながら、小田に書く。憧れいれば炊き物の,の。一人や糸とど思い焦がれむという和歌を読みました。この和歌ですね、修辞法が問題で聞かれそうだなと思います。まずですね、炊き物っていう言葉の援語っていうのがかなり入ってるんですよ。 これね、子、一人、重い、焦がれむのところがね、実は援護になってきます。炊き物っていうのは、さっき言った通り、お香なんで、あるものを作って、で、その練り物みたいなものっていうのに火をつけてね、ブワーって煙を立てる。 だ匂いがぶわーって立ってくるので、その匂いを自分たちの服につけて、自分たちのね、いわゆる個性の一つ、ファッションの一つとしてえ、彼らは身につけてたんですけども、まず一つ、子というのはですね、その、お子を焚いてますからね、ちょっと火使ってるじゃないですか。なので、えー、火傷しないようにそれをこう覆うような形になっているもの、カゴみたいな感じになります。それと、子供の子というのが掛け言葉になってるんですよね。 ここのダニは難しいんですけども、ダニって副助詞で本来は類推さえというふうに訳を作ります。ただね、訳的にこれまでもというふうに添加する方が綺麗かと思うのでちょっと添加にしてあるんですが、文法的には類推というふうに考えることが正しいです。 子供さえ、子供までもですね。各憧れいればですね。ここ未然形プラスバーになっているので、家庭の役をしないといけません。なので役としては、子供までがこうして男の後を追って出ていったならばですね。炊き物のというふうに繋がっていくんですけども、この子供の子とカゴという漢字を書いて子って読むんですけど、掛け言葉になっております。 出ていったならば、滝き物の一人や糸度ですね。一人と,というのは、先ほど文章の中にも出てきましたけども、一人の心の一人と,というのと、自分一人と,という意味の一人が掛け言葉になっています。一人と,という、その言葉通り、私は一人になって、今までより一層人恋しく思い焦がれることになりますよという役なんですよね。はい。なんで、掛け言葉、修辞法をね、一応確認しておきましょう。まず、 子とかごで子ですね。子という漢字。これがね、掛け言葉になってます。そしてもう一つ。一人と,というのが一人と一人ですね。で、おもひというのがおもひとひというのが掛け言葉になってますよというね。修辞法の説明、まず間違いなく出てくるんじゃないかと思うので、しっかりチェックお願いいたします。 と、忍びやかに言うをですね。と、あ、順番間違えましたね。と、物静かに言うのを、男は屏風の陰で聞いていて、ですね。屏風の後ろにて聞きて、意味中あわりに覚えければ、過去の助動詞使ってます。非常にかわいそうに思われたので、チゴも返して、子供もね、姫君にお返しして、そのままになんおられにし、 というふうに、ここまでお話をしました。形助詞のナムに、ラレですね。ここ尊敬で取ってる感じですね。で、過去の助動詞にくっついている官僚のヌですね。官僚の助動詞のヌの連用形2に、過去の助動詞キーの連体形です。ナムというね、形状詞使っているので、かかり結びの法則ですね。なので、そのままその夜は姫君のもとにお泊まりになったというお話であるという感じです。 ここまでが一つ目の話になります。で、女の歌っていうのを聞いてね、物陰で聞いて外出をやめるというのは、実は伊勢物語の筒井筒、あるいは灰みというお話とね、この筒見中納言の灰みという話と同じ形だというふうに考えられてます。はい。このお話を聞いた他の女房たちがですね、イカばかり哀れと思ふらむ、現在水量の助動詞使ってますね。中条の君がですね、えー、お話ししてます。 どんなに可愛いと思うだろうとか、おぼろけならじ打ち消しの水量と言いしかどですね。これはどういうふうに取ればいいのかっていうと、とか、女房たち、他の女房たちがね、並大抵ではなかっただろうと相図を打って言っていたがですね。誰とも言わでです。人は そのね、喋ってくれた、この話教えてくれた人は、誰のことだとも言わずに、という感じですね。意味軸、笑い紛らわして、こそ、形状詞。闇にしか、ですね。この2位も、官僚の助動詞ぬです。で、こそがあって、かかり結びを起こしているので、過去の助動詞キーの依然形です。ひどく笑って、ごまかして、話は終わってしまった。と、語り終えたと。 さあ、そこで、この後ですね。いずら、今は中納言の君というふうになります。こっから二つ目のお話に入っていきます。さあ、今度は中納言の君の番ですよというふうになります。と、のたまえばですね。これ、中将の君がね、今喋り終えた中将の君が、今度は中納言の君、あな、あなたが今度は読む番というか、話をする番ですよというふうに言ってます。と、中将の君がおっしゃるとですね。 愛なきことのついでおもですね。つまらない話の糸口を聞こえさせて蹴るかなというふうになってますね。聞こえさす、謙譲語です。中宮様に私、今喋ってんの、中納言の君ですからね。中納言の君から中宮に対して。官僚の助動詞のつ、そして過去の助動詞の蹴りを使ってます。 申し上げてしまったものですね。というふうに言ってます。ここ、どんな気持ちが入っているのかというふうに聞かれたらですね。えー、自分のせいで自分がこういうお話をしなければいけないことになったことを恨み事として言ってるという感じですね。ああ、いらんこと言わんかったらよかったわ。という感じです。哀れ、ただ今のことをですね。ああ、ごく最近のこと聞こえさせ、はべりなんかし。と言ってますね。聞こえさす。 言うの謙譲語です。中納言の君から中宮に対して。で、はべり。まあ、これも中宮とか、その場にいる人々に対する丁寧語ですね。で、なん。ここはですね、連用形にくっついているので、官僚脅威の助動詞のぬの脅威。そして、医師の助動詞のむというふうに取りましょう。お聞かせ申し上げましょうか。と言ってですね、ここから二つ目のお話が始まっていきます。話では、中納言の君です。 小の秋の頃ばかりですね。昨年の秋頃に。清水にこもりてはべりしにですね。丁寧語です。中納言の君から中軍に対して、その場にいる人たちに対してですね。過去の助動詞の気を使ってます。私が清水寺にこもっておりましたところ。 肩腹に屏風ばかりを物はかげにですね。私の部屋のそばに屏風だけを頼りなさそうに立てたるつぼね。つぼねというのは部屋になるんですけども、官僚存続の樽ですね。つぼねの匂い、糸図、お菓子ですね。立てた部屋が、甲のね、匂いが非常に奥ゆかしくて、 引く人少ななる気配がして、人数も少ない気配がする。まあ自分の隣の部屋ですからね。え、なんか人がそんなに多くない。でもめちゃくちゃいい匂いがする。まあね、炊き物つながりでさっきの話からつながっていってますよね。折々、うち泣く気配などしつつ行うをですね。時々ね、その部屋から泣く気配がしながらお勤めをしているのを。 たれならんですね。断定の助動詞のなりに、水量の助動詞のむと聞きはべり。丁寧語使ってますね、えー。中宮たちに対して。で、過去の助動詞のきです。一体誰なんだろうと聞いておりましたが、ですね。自分の体験談なんでね、えー、ここ、過去の助動詞のきというのを使っていってるんですね。 明日、いでなんですね。脅威の助動詞のぬに、意志の助動詞のむがくっついてます。明日は清水を出ようというその夕方ですね。風、糸荒々に吹きてです。風がひどく荒々しく吹いていて、この葉ほろほろと滝の片ざまに崩れですね。この葉がハラハラと、音葉の滝の方角に乱れ散り、色濃きもみじなどですね。色濃く染まったもみじなど、秋ですからね。 つぼねの前には暇なく散り敷きたる官僚存続のたりです。部屋の前に隙間もなく散り敷いているのを、この中隔ての屏風の面に寄りてですね、この隣の部屋との間を敷きたね屏風のそばに寄って、ここにも長めはべりしかばですね、ここってどこという問題が聞かれる可能性があるので注意しておきましょう。はべりは丁寧語です。喋っている中納言の君から中宮たちに対して、 で、過去の助動式の依然形ですね。私の方でもなんですよね。ここっていうのは私のことを指してます。ぼんやり眺めておりましたところ、意味じゅう忍びやかにですね。隣の部屋で人聞きを忍ぶように、糸踏みは連れなき者を浮きことをというふうに和歌を読み出しました。この世を捨てたい糸踏嫌うですね。我が身は何の変わりもなく生きながらえているのに、 辛いことも、嵐に散れる、この葉なりけり、というふうに和歌を読みましたね。この嵐というのは掛け言葉になってます。嵐と嵐という言葉が掛け言葉になってるんですよね。で、官僚の助動詞、りの連帯形、るです。この葉なりけりであるよという感じですね。断定の助動詞に、英単の助動詞のけりを使ってます。辛いことも、あるまい、あらじですね。 ととと思うううののに、嵐にに嵐散るるこ葉であることだなぁというふうにないふってます。つまり、和歌としてはですね、何を言ってんのかという感じなんですけども、風に吹かれるこの葉は羨ましいなぁということを言ってるんですけども、これね、この意味、もう捨てるっていうのは、いわゆる出家するってことなんですけども、えー、出家をしたい我が身は何の変わりもなく生きながらえている。まあ、特に何の変わりもない。 そして辛いこともないだろうというふうに思っていると。嵐に散る木の葉だなというふうに言ってるんですが、どういうことかというとですね、ここも実は、えー、泉式部の歌というのが、えー、ここね、ちょっと後ろにあるんですよ。火を経つつ、我何事を思わまし。風の前なる木の葉なりせばというふうになってますね。 これどういうことか。風の前にある木の葉であるならばですね。縦になってて、ちょっと当地の和歌を使ってるんですけども。 火を経つつ、私は一体何を思うだろうかということですね。風に吹かれて、ふーって飛んでいく木の葉であるならば、私は一体何を思うだろうか、いや、特に何も思うことないんじゃないかなという感じですね。だから、辛いことも嵐なんですよね、これね。辛いこともあるまいと思っているのに。 嵐に散る木の葉だなというね、えー、ちょっとこの風の前になるという泉式部の歌のちょっと引用しました、インスパイア受けましたよというようなことが書いてあるんですよ。聞こえるべきほどにもなくですね、このべしは可能です。聞こえるとも思えないほどかすかにちっちゃく言ったと。 いうのを聞きつけてはべりし、丁寧語ですね。私聞いちゃったわけですね。ちっちゃい声で喋ってるのに、隣の部屋やから聞いちゃったわけです。過去の助動式の連帯形です。聞きつけました時の相手の様子が、誠に意図哀れに覚えはべり、丁寧語ですね。 本当にしみじみと心に感じられましたが、さすがにふと依頼にくくですね。そうは言ってもやはりすぐに変化はしにくくですね。隣にいる人がちっちゃい声で歌を読んでる。一人ごとの可能性は高いんですけど、和歌聞いちゃったから返事しなあかんのかなってちょっと迷いが思ったんでしょうね。とは言ってもやっぱりそんなすぐにね、全然知らない。誰かもわからない。勝手に返事するのはなというふうに迷ったんでしょうね。 つつましくてこそ闇はべりしかですね。遠慮してしまったという感じです。系助詞のこそでかかり結びの法則しか依然形になってますね。で、はべり、丁寧語を使ってます。はい。過去の助動詞の已然形です。遠慮してそのまま変化をせずに終わってしまいましたというふうに解釈できますね。ここ問題で出そうだなと思うので注意しといてください。と、中納言の君が語ると、 いいと、さしも過ごしたまわざりけんですね。ここ、まず、たまわというのは尊敬語です。これ喋ってるのはね、また、あの、感想を言い合っているので、女房がですね、その場にいた女房が感想を言ってます。中名語の君、そのまま過ごしなさら打ち消しざり、ない。 で、過去水量の助動詞、ケム。やから、役としてはこんな感じですね。この話を聞いた女房は、あなたほどの人が、とてもそのまま変化をせずにお過ごしにならなかっただろう。いや、変化したんじゃないですかっていう女房もいたりとかね。とこそ覚憂れですね。と思われます。とか、 さてもまことならばですねそれにしてもこれが本当の話であるならば「口を敷き御物包みなりや」というふうになってますなかなかつまらない残念な遠慮なさったものですね中納言の君よというふうに言う人もいるという感じですねここね「口を敷き御物包みなりや」というのは一体何を指すかというふうに問題で出てきたらさっき 取りましたが、そうは言うものの変化がしにくくて、ちょっと包んでしまいましたよっていう悪行の部分をね、指してるというふうに理解してください。で、二つ目のお話が終わりました。いずら少々の君との玉えばですね、この今喋っていた中納言の君が続けて言いました。さあ、今度は少々の君の番ですよと。 中南語の君がおっしゃるとですね。さかしゅうものも聞こえざりつるをですね。中宮様に私はものも申し上げない打ち消しの図。で、官僚の助動詞のつですね。なので、私は上手にお話など申し上げたこともありませんのに、そんな私にむちゃぶりするという感じですね。と言いながら喋り出すんですよね。あんのかいという感じですけども。 おばなる人ですね。こっちは断定の助動詞になります。今回なりが結構出てきてるので、なりの識別ね、ちょっと注意しといてほしいなと思います。文法的にね。なりの識別の動画も作ってるので、ぜひ参考にしていただければと思います。私のおばである人が、東菓子山渡りにですね、東山渡りのお寺で。 行いて、はべりしですね。ま、あ、いわゆる仏道修行のパターンですけども、丁寧語、喋っているのは少々の君ですから、中宮たちに対してですね。で、過去の助動詞のき、連帯形、しです。しばししたいて、はべりしかばですね。丁寧語、中宮たちに対して、しか、過去の助動詞、きの依然形。 金魚ですね、まあ。いわゆる仏道修行をしておりましたところへ、しばらく私もその後を追って行っておりましたがですね。主の甘味の方にですね、そのお寺のね、主の甘味のところに、糸を口押しらぬ、打ち消しの助動詞の図使ってます。 非常に身分が高そうなですね。口を叱らぬというのは残念ではない。やから相当高い身分の方々の雰囲気がする。あまたし、はべりし、丁寧語、中宮たちに対して喋り相手ですからね。過去の助動詞のキーの連体形を使ってます。大勢来ていらっしゃるご様子でしたのを、 紛らわして人に忍ぶニアですね。ニア、ニカ、アラムのニは断定の助動詞でしたね。と見えはべりし、ミエハベリシ、丁寧語を使ってます。中宮たちに対して。そして、過去の助動詞キーの連帯形ですね。誰かが大勢に紛れて人目に忍ぶようにしているのかと思いましたが、ですね。身分の高い人がですね、こっそり清水寺のところにやってきて何かをされているのかなと思ったってことですね。 隔てての気配の意毛気だこうですね。ものを隔てて聞く、そちらの方のね、気配が非常に高貴な感じがして、ただ人とは覚えはべらざりしです。ここも丁寧語を使っている、中宮たち、話し相手の中宮たちに対して、ざり、打ち消しですね。で、過去の著刀詩使ってます。普通の身分の人とは思われませんでしたので、床しうてですね。その人のことが見たい、聞きたい、知りたい、床しです。 物はかなき障子の神の穴構え入れてですね。障子の神にちょっとした穴を作り出して、やっちまったな、少々の君っていう感じですね。障子にボッシュラって穴を開けて覗いてしまったということですね。覗きです。覗き、はべり、しかば、丁寧語ですね。過去の助動詞キーの已然形。覗きましたところ。すだれに基調添えてですね。すだれをかけたそばに基調を立てて。 清げなる奉仕、二三人ばかり末ですね。清げな感じの層を二三人ほど座らせて、意味くおかしげなりし、過去の助動詞のキーの連体形。大層、美しげであった人がという形ですね。貴重の面に添い伏してですね。貴重のそばに物に寄りかかって横になり、この至る奉仕、近く呼びて物言うですね。このたりは官僚存続のたりというふうになっています。 でこのいてた座っていたをを近くに読んでで言うですね座っている方子を近くに読んで何かを言っている。この何を言っているのかというのが問題で出る可能性があるので注意しておきましょう。何を言ってるかこの後出てきます。何事ならんですね。断定の助動詞のなりに水流の助動詞のむがくっついているので一体どういうことであろうか。 と、聞き分くべきほどにもあらねどですね。べき、これは可能で取ります。で、にですね。これも断定の助動詞ですね。にの後に、あら、ありというね、ありっていう動詞が使われてたら、断定の助動詞という風に取ってあげてもいいと思います。はい。で、打ち消しの助動詞の図の依然形ねですね。だから、私が聞き分けられるほどの距離でもないがですね。 はい。ここ、訳が問題で聞かれそうなので注意しておいてください。甘にならむと語らう景色にやですね。甘になろうという語らう景色にやにかあらむのには断定ですね。甘になろうとそうに相談している様子であろうかと見ゆるにって書いてあるので、何を言ってそうなのかの推量の答えっていうのはこれです。この、 非常に高貴なような感じがする人は出家しようとしてんのかなっていうふうに推理をしたというふうにね、取ってあげれば OK ですよ。と、見えるに、奉仕、安らう景色なれどですね。安らうという単語の意味。そして、この断定の助動詞のなりですね。 ととるるが、が、はににすす。のをためらううう様子であるがというふうになります一体なぜそうは甘にするのをためらっているのかというとやはり非常に高貴な身分な女性だという感じになるんですよね。だから本当に出家したせていいのかというような感じだということですね。 なおなお世知に言うめればですね。ここのめレ、遠極、推定のめりを使ってます。女はそれでもやはりひたすらに言うようなので、それならばという感じになります。ここの文章の書き方面白いですね。にやとかめれというふうに遠極使ったり、なのだろうかとかっていうふうに断定しない言い回しっていうのは、あくまでも覗き穴からはっきり見れないんだけどそうじゃないかなという感じを出そうと。 としてるんですね文章としてね。はい。さらば、それならばと言って、貴重のほころびより、櫛の箱の蓋にですね。女は貴重のね、合わせ間の隙間から、櫛の箱の蓋に、えー、竹に一尺ばかり余りたるですね。官僚存続のたりですね。でニやニかアラムのには断定でしたね。と見える髪の毛ですね。身長より一尺ほど余っているだろうかと見える髪で、 筋、裾付き、意味中美しきですね。毛筋や裾の形が大層美しいのを曲げ入れて押し出すですね。輪の形に曲げて入れて押し出すと。まあどうやらなんか髪の毛金んのかなという感じですね。傍らに今少し若やかなる人のですね。この女性のそばにもう少し若くある人がいると。これ誰ですかというふうに問題で聞かれたらこの後。 十四五ばかりにや、にやにかアラムのには断定です。とぞ見えるですね。十四五歳ぐらいだろうかと見え。髪、竹に四五寸ばかり余りて見えるですね。この子は髪の毛が身長に四五寸ほど余ってると見える人が。 薄色の細やかなる人重ね、飼いねりなどというのは、まあこれ服装ですね。薄紫色のきめ細やかな絹、人重ねを着、そして飼いねりなどを引き重ねてですね。顔に、えー、袖を押し当ててですね。顔に袖を押し当てて、ひどく泣いていると意味じなく。 音となるべしですね。ここ問題で聞かれそうなので注意しておきましょう。音となる。断定の助動詞のなりに、推量の助動詞のべしです。で、形助詞の像を使ってて、押し量るという、推量するという言葉ですね。で、えー、可能。で、はべり。丁寧語です。で、過去の助動詞のキーの連帯形を使ってます。 この女の兄弟姉妹なのであろうですね。兄弟姉妹、どれでもいいんですけども、今回は髪の毛が長いという風うに書いてあるので、妹であろうという風うに判断したんですね。だから若そうな人っていうのは、この妹のことを指してたんですね。ここ、問題で出そうなんで注意しといてくださいね。この女の妹なのだろうと推測できましたと。 また若き人々2、3人ばかりですね。さらに若い女の人たちが2、3人ほど薄い色のも引きかけつつ至るもですね。官僚存続の足りです。 薄紫色のもですね。これは成人してますよということを表すスカートの化け物みたいなやつですね。むっちゃでかいスカートみたいなやつをつけてるんですけども、引きかけて着ながらそこに座っているが、意味中、席あえぬ。これ、打ち消しの助動詞図の連体形です。景色なり。断定の助動詞のなりを使ってます。ここも役で出そうなので注意しといてくださいね。どうしても涙をこらえきれない様子である。まあ自分の主だったりとか、 自分のお姉ちゃんが目の前で出家するって言ってるので悲しそうにしてるのではという感じですね。目のと立つ人などは泣きにや、にやにかむのには、もういいよね、断定です。目のとのような人はいないのだろうかと。哀れに覚えはべり、丁寧語使ってます。少々の君が喋ってましたね。少々の君から中宮たちに対して。しみじみ気の毒に私は思われまして。 扇の妻に糸小さくですね。自分の持っていた扇の端にね、とても小さく、おぼつかな、浮世を背くは誰とだにですね。心もとないことだと、浮世に背き、出家をするという意味ですね。浮世を背くというのは出家をするという意味で取りましょう。どなたということさえですね。副助詞、類推のさえです。 知らずながらもぬるる袖かなですね。知らないながらも私の袖は悲しみで濡れておりますよという和歌を作ったわけですね。だから急に隣の女の人から和歌が飛んできたから、出家しようとしてる側の人もびっくりですよね。え、どうしたみたいな感じになるから。<laughs> まあまあでも、うーんっていうねい。まあちょっと同情してるような和歌を送ってきてくれてるんでね。まあ嫌な気はしないでしょうね。 と、書き手ですね。書いて。幼き人というのはこの少々の君がどうやら使っていた、えー、ちっちゃな従者みたいなんですけども、幼き人のハベル、丁寧語です。してやりて、ハベリしかばですね。ここも丁寧語、中宮たちに対して。えー、過去の助動式の連依然形を使ってますけども、女のわらわがおりましたのを使いとして歌をやりましたところという感じですね。 この和歌をその隣のね、誰とも知らない出家しようとしている人に渡したわけですね。すると、この音とニアと見えつる人ぞ、かくめるですね。ニヤニカの二断定です。見えつる、官僚の助動詞、かくめる、遠曲。あくまでも遠曲推定ですね。 あの妹だろうかと思われた人が返事を書く様子であると。ね。こうちょっと、まあ、ズバリは言われへんけどもえ、様子から判断したという感じですね。覗き穴から見てますからね。さて、取らせたればですね。取らせたれ。官僚のたりです。持ってきたりというふうになります。そして、女のわらわに渡したので、私のところに持ってきた。 この和歌が書いてないんですよね。一体どんな和歌が変えてきたのかというのがわからないんですけども、その書きざま、ゆえゆえ集ですね。その変化の書き方というのが非常に品格がありですね。ゆえゆえ集というのはなんかすごい、あの、厳かなという感じです。おかしかりしです。過去の助動式の連帯形。で、みし。これも過去の助動式の連帯形。 上手であったのを見たためにですね。悔しゅうなりてなど言うほどにってなってます。一体何がなぜ 悲しい、悔しいのかという風うに聞かれたら自分の下手がね、残念に思ってということが悔しいんですけどもこれ一体ね、なんでこんな風に思ったかっていうと、えー、送られてきた返事僕らにはわかりませんがどうやら返事が来てるんですけどもその返事を見たら歌がめっちゃ上手かったっていうこととその歌の書き方というのが非常に品格があったということから自分の下手っぴな歌なんて送らんかったらよかった というのを悔しく思ってるわけなんですよ私なんであんな下手な歌を送ってしまったんやろうごめんなさいねみたいな感じです。と少々の君が語っていると上渡らせたも二重尊敬使ってます上というのは帝のことを表す表現ですね御景色になれば断定の助動詞になります帝がこちらにいらっしゃるご様子なのでという感じですね 紛れて少々の君も隠れに蹴りとぞですね。に蹴り、似たりのには完了です。そして蹴り、過去の助動詞ですね。その騒ぎに紛れて少々の君も隠れてしまったということであるという感じですね。 はい。というね、非常に長い話やったんですけども、これね、三つとも話共通してる部分があって、それが、三つとも、10日、いわゆる、お返事ですね。その歌に関して省略されてしまってるんですよ。で、それをどうやら、狙いがあってやってるみたいなんですよね。その狙いというのは、読者に試作させる余地を残したという作者の配慮なのではないかということですね。どういう返事が返ってきたのか、それ、私やったらこういう返事を書くな、 とか私やったらこんな返事書いてきたんちゃうかなという風に楽しませるという配慮のためにどうやらもう片っぽの返事それぞれね3つも話があったのに3つとも半分しか歌が書かれていないという共通点があったんですこれもねちょっと問題で予想というかなんか利用されそうな感じがするので、えー、ぜひチェックしておいてもらえたらなと思います はい。ということで、むちゃくちゃ長い動画になってしまったんですけども、み中納言物語のこのついでですね、えー、一気に解説させていただきました。えー、定期テストの勉強に参考になれば、えー、嬉しいです、えー。もし間に合ってなかった人は申し訳ない、えー。ということで、皆さんテスト勉強頑張ってください。古文はエンタメだし、バイバイ。テスト勉強頑張ってね。